テティスト、ペーレウスペーレウスは、ギリシア神話の英雄である。海の女神テティスの夫で、アキレウスの父である。アイギーナ島の王、アイアコスの子で、ダイアイアースの父テラモンの兄弟にあたる。アルゴナウ隊の一人でもある。日本語では長母音を省略してペレウスとも表記する。彼は、儀エポーコスをテラモンと共に殺そうと意図した。テラモンの投げた円盤によって、 ボーコスは死に、そのため二人はアイギーナ自前より追放された。ペーレウスはプティアに逃れ、その地でアクトールの子エウルテテオーンによって罪を清められた。カルドーンにてアタランテとペーレウスはエウルテテオーンと共にカルドーンのイノシシ狩りに参加した。しかしイノシシめがけて投げた槍がエウルテテオーンにあたり、殺人の罪を犯す。ペーレウスは プティアより逃れ、テッサリアの王と、イオールコスに亡命する。その地で、ペリアース王の王子アカストスによって、殺人の罪を清められる。アカストスの妻、アステューダメアが彼に恋をしたが、ペーレウスはこれを拒絶した。これを恨みとしたアステューダメアは、ペーレウスの妻アンティゴネーに、夫がアカストスの娘ステロペーと結婚しようとしているとの、巨峰を送り、 アンティゴネーはこれを信じてくびれて実施した。アスティューダメアはさらに、アカストスに訴えて、ペイレウスが自分に言い寄ったと虚偽を伝えた。アカストスは自分が清めた男を殺すことを良しとせず、彼の名目でペイリオンさんにペイレウスを連れ出し、彼を恥ずかしめようとした。一人山中に残されたペイレウスは、ケンタウロス族に襲われるが、ケイローンが彼を救った。後に彼は、 アルゴナウ隊の一人として、イアーソーンやディオスクーロイと共に、イオールコスを破壊し、アステューダメアの死を引き裂いて殺し復讐する。ペーレウスは、海の女神テティスと婚姻を結ぶこととなる。ケイローンの助言に従って、自在に変身するテティスを捉えることに成功したためで、ある。二人は、ペーリオン山中で、婚姻の儀式を開く。二人の結婚を神々も、乳平たちも祝い。 神々は様々な婚姻の祝いをベーレウスに送った。婚姻の宴会にはすべての神々が招かれたが、ただ一人、不和の女神エリスのみは招かれなかった。争いの女神エリスは起こり、宴席に最も美しい女神へと書かれた黄金のリンゴを投げ込んだ。このリンゴをめぐって、ヘイラー、アテーナー、アプロディーテーの三女神の間で争いが起こり、誰がリンゴを、 斧のがものとするかの判定役を神々はイーリオスの王子パリスに任した。パリスの審判によってアプロディーテが選ばれるが、ここより不和が人間と神々の中に起こり、美女ヘレネーをめぐってトロイア戦争の勃発へとつながる。テティスとペーレウスの間には男子が生まれる。アキレウスと名付けられたこの子を不死の身にしようとテティスは夜になると 赤子のアキレウスを火に当て、死すべき人間の部分を焼くことを試みた。これを見たペーレウスが間に入ったため、テティスは、我が子を不死にすることを諦め海へと帰っていった。アキレウスが、トロイア戦争に遠征している時、一説では、老年となったペーレウスは、アカストスの息子アルカンドロスとアルキテレースに襲われ、プティーアを逃れた。孫のネオプトレモスと出会った後、 亡命先で彼は死んだともされる。ありがとうございます。